税金と社会保険料の仕組みについて、平均的な会社員の生涯賃金は約 2.5 億円と言われていますが、そのうち所得税と住民税は約2000万円、社会保険料は約3500万円、合計約5500万円となっているんです。金額に表すとびっくりしますよね。しかも会社員は源泉徴収であなたの財布に入る前に自動的に税金と社会保険料は天引きされてしまいます。こちらの表をご覧いただくとわかると思いますが、年収の約 20% 以上も引かれているんです。つまり1年のうち 2、3ヶ月は税金のために働いているという感じになってしまうんですよね。ただし、会社員でもできる税金対策はありますので、まずはこの仕組みをしっかりと理解した上で次の行動につなげましょう。その他様々な生活に役立つ情報を掲載しているブログは概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、皆さんいつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。